ません。もう一回花粉症の話してもらっていいですか、今年の。なんかで言えばいい。あ、今言った通りでいいです。はい。今年の花粉はい。症はない。なく、まあ、この4月からゴールデンウィークにかけていつも、あ、2月から、2月の中旬ぐらいからゴールデンウィークぐらいにかけて、もう三十何年来あ、三十何年の、の花粉症があったんだけど、ここに来始めて、次の日か2日後にもうすごい薬も効かんぐらいすごいだらっと出たんだけど、それからもう全然なくなった。ああ、そうですね。で、いつも朝くしゃみとかもう3回か2回ぐらい出すと、その日はもうどん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 ひどくなあ、る。そうですね。けど今はなんかくしゃみを今日も出したんだけど、そこで止まって、だから、今年は3月3日に初めてね、来ていただいて、その翌日ぐらいにすごく出て、で、それっきりもう今、今日4月11日ですけど、までほとんど大丈夫なんですか？ほとんど大丈夫。三十ほと何んど年、っていうか大丈夫。あ、大丈夫。三 十何年間の花粉症が。よかったですね。ありがとうございます。何か、ね、やっぱり反応はね、なんかして、だからさっき言ったみたいに、一回ダーって出るっていうのはね、すごく大事だと思うんでね。それからすっきりしていればね、すごくいいと思います。ありがとうございます。